こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、過去に遡って調べてみたところ、この企画でゾンビのチキンジョッキーと出会ったのは1年ぶりだったようです。田舎暮らしの野戦では初めてで、無警戒で完全に不意をつかれました。でも、普通のゾンビにもよく不意をつかれているわよ。いえ、普通のゾンビの場合は不完全に不意をつかれているんです。真に不意をつかれた時のみ、マウスを握る右手に脊髄反射が起こります。さて前回は、ゼイル周辺の2つの村を再調査した上で、羊毛集めは最終段階に達しました。今は満月から始まった野戦の2日目ですが、スライムの脇がいい感じです。動き回るのが慣れ始めたわね。で、忙しくスライムを追い回している最中に、ウォークリーパーがめちゃくちゃ湧いた。これは美味しいです。火薬はあと100個ほど必要だったわね。予備分を含め、それだけあれば135層に積む数が揃います。ウォー入れ食いだし、ちゃんと礼儀正しく順序よく寄ってきてくれるし。いい感じに湿地の水辺が時間差作っているわね。ウォー近い。さてなお TNT ですが、135層に積むとなればピストンの上となります。しかし実は、理想としては131層に積みたいと考えています。欲が出てきたのね。というより、もし誤って起爆した時に周囲の層の建築材が危ないので、菌糸とポドゾルで2箇所埋めて、TNT の前後7層を再度回収しやすい建築材で固めたい、という趣旨です。でも、TNT もなくなってしまうわよ。その時は TNT をここに積むのを諦め、海底神殿3のプリズマリンあたりで置き換えようかと考えています。さて、雨が上がってしまいました。今回も帯電クリーパーの遭遇チャンスはなかったようです。さて夜明けのクリーパー残党狩りですが、クリーパーのためならたとえ火の中はお断りで水の中。水の中だけなのね。水中歩行エンチャントがありがたいです。エンダーマンが私を待っているけどインベントリがいっぱいいっぱいなので。さあお待たせしました。見間違いだったようです。なぜ待ってくれると思ったのよ。でも、いつもの日課の羊毛狩りを終えて、拠点チェストにしまおうと思ったところで、さりげなく、いつもの牧場のランダムイベントで再登場です。エンダーマンはイベントものだったのね。羊に紛れてるし。で、追いかけ回して峡谷に近づいてしまいゾッとして、くるっと結局エンダーマンを目にした場所に戻ってきて、そして見失いました。まあここに戻る手間が省けたのでよしとします。何も省けてないわよ。そしてその日の午後、本日2回目の羊毛狩りをしていたところで再び雨が。これは、エンダーマンを仕留められなかった私の無念の心情を、マイクラが天候によって表現したものです。もうそれでいいわよ。さて野戦3日目に黙々と狩り続けていると、チキンジョッキーよりも珍しくない透明雲がアピールしてきました。一応レアに入るけどね。体感的には赤い目なので、ジョッキーの3倍くらいの頻度で湧く感じです。なんだかシャベルのゾンビがポジション取りうまいわね。ウォーレアのシャベル落としたし。そして連日の戦い疲れで久々に。2体のクリーパーが犠牲になりました。結構飛ぶのね。手前のは画面外からの生還です。生還なんだ。まあ2体は爆破で仕留められたので、結果往来の3分の1くらいという感じです。それでふと思ったのですが、幸運3エンチャント付きのクリーパーっていないものでしょうか。いたらテリーからのドロップの増加を狙ってるわよ。さて、今宵の収穫はシャベル2本という感じでした。何の使い道があるのよ。飾っておくとかでしょうか。まあともかく、その後めいめいの最中に雨が上がって、もうぼちぼち揃いそうだと羊毛を整理していたところ、茶色一等の代わりに薄灰色を増やしておけばよかったことがわかりました。
まあ実は、染料の数から割合を計算したところ、取れた羊毛は薄灰色の伸びが予定より悪く、茶色が予定より伸びていました。多分この差は、運の良し悪しではないですよね。どういうこと？白黒系統の羊の中の茶色って、もの珍しいんですよね。多分私は無意識に茶色を余計に買っていたんじゃないかと思うんです。なら薄灰色はどうなのよ。薄灰色の羊に失礼を承知で、正直申し上げて、地味です。で、今宵の野戦はパスすることにしました。羊毛集めはもう少しで終わるんです。で、翌日の朝を迎えて2分ほどで、これで全16色の羊毛集めは完了です。ひとまず田舎暮らしの役割はここまでということね。後日の多分やるんじゃないかなの、エメラルド量産のための収集を除けば、なお今更ながら、トロッコ乗りながらの羊毛集めを思いついてしまって、ちょっと今からうずうずしています。というわけで、帰り自宅際にカボチャ集めです。やっぱりカボチャ間に合わなかったじゃないの。まあでも2スタックまであとたった13個なんですよ。そしてカボチャ畑を増設してから2分後、あと1つで2スタックとなりました。で、最後の1個はなかなか生えづらいです。まあよくある話よね。単に待っていてもなんなので、インベントリの整理でも、し始めるとすぐに生えてくるのもよくある話で。って斧は？なんで私は今わざわざ斧を持ち替えたのでしょうか。ほんと何をやっているんだか。さて、少々名残惜しい気もしますが、いずれエメラルド量産でまたここに来ると思うので、さよならは言いません。誰にお別れしてるのよってゾンビね。今更ながら、拠点だとモブに近すぎて寝れないとか、拠点の構造上の問題があったと思います。そして、行きがけにアイテム化したサトウキビを回収しつつ、まさかこれ計算づくだったの？いえ、計算してたらゲットが一つだけであることに寂しがったりはしません。で、ピラミッド拠点に着いた頃にはさすがに力尽きました。でもすぐ終了すると、トロッコが消えたりするのよねっておい。そしてゲーム再開。あいにくとトロッコは消えたりしませんでした。それは残念だったわね。で、ゲーム中断中に田舎暮らしで増えたアイテムを勘定し、当面のピラミッド建築計画を練りました。まずやはり頑張って、TNT 周囲の層はこの3点で決まりです。火薬はおかわり100個というところかしら。いえ、ボドゾル集めのためにメガタイガ探しの遠征をするので、その際に砂漠の神殿が3つ見つかれば十分です。そして、直近の113層からの、薄灰色の層の上は赤砂と砂で確定。その二つともすでに確保済みよね。次にその上の118層からは、まずここが星草の俵です。数は揃っているの？ワンスタック以上を取引に回せるほどには集まりました。で、肝となる建築材の、積雪8枚重ねを121層目に入れることにしました。溶けたりやたら材料が多かったりと面倒な建築材よね。ちなみに積雪は、ガラスの2層上に積めば、松明の明かりでギリギリ溶けない、という基準計算結果が出ています。自信のほどはどうなの？ノーコメントです。で、その上の黒色の上が、粘土と石炭鉱石です。なおこの二つとも、カッコの数だけまだ不足しています。石炭鉱石は取引で使いすぎたのね。もともと石炭のところは禁止ブロックを積む予定だったところ、TNT 対策で順序を変えています。さて、建築材の管理に追われているうちに、またリードが消えたようです。フェンスに巻きついているから見えないだけよね。まあ建築材に集中してたせいで、そのフェンスへの巻きつきが見えていなかったので、大慌てでリードを取り出しましたが、ここで問題です。今リードは何本あるのでしょうか？答えは CM の後ね。なお、フェンスに巻きついた2本のリード、ロバの首についているリード、そしてインベントリの2本のリードなどが引っ掛けとなります。というか、使ってた2本とチェストから取り出した2本で、合計4本でしょ。
さてやっと建築材の整理が終わり、遠征に旅立つところでキリが良いので今回はここまでです。遠征の主な目的地は樹氷表現。20スタックばかり雪ブロックなどを集めてきます。やっぱり材料が多くなるわね。8枚がサネですから。まあでも、最近建築材の収集量が少なくなってきてしまい、物足りなかったところです。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。